世界中の皆さん、はじめまして。私は料理研究家のおーちゃんと申します。皆さん、このタッパーの中に何やら食品が入ってますね。ほら、何やら食品用の、食品保存用のタッパーなんですけれども、食品が入ってますね。どんな食品が入ってるんでしょうか。ちょっと開けてみましょう。うわうわ、あ、これはセミの幼虫ですね。中国ではよくセミの幼虫が食べられているらしくて、埼玉県かどっかの公園でなんか中国人がセミの幼虫いっぱい取ってくんでね、セミの幼虫採取禁止みたいな看板がある公園があるみたいですね。あ、それぐらいね、中国では一般的な食べ物ということですね。これカチコチに凍ってますね。これ実は外来種なんですよ、このセミ。竹をつくつくっていう中国原産の。なので多分本場の中国ではね、これが多分いっぱい食べられてるんじゃないですかね。私、試しにね、ちょっと茹でて食べてみたんですよ、先日。そうしたらね、まあなかなかうまかったんで、今回は揚げてみようと思います。これ大量に取ってきまして、ワニさんとね、取りに行ったんですけど、ワニさんという方と二人でね、取りに行ったんですけれども、まあ、たくさん取れたんで、二人で山分けにして持って帰ったんですけどね、まだね、こんなに冷凍状態で残ってるんで、これをね、ちょっと食べましょう。どうだろうな、ちょっと試しにね、ちょっとお試し感覚なんで、ちょっとこっちのお皿にね、取りましょう。あ、こいつ絶対プリプリで美味しそう。で、あとは、あー、これもでかいな。で、あとは、あー、これも結構大きい。あ、これ背中が割れとるやん。この背中割れとるやつ、ちょっと行ってみよう。よし。ちょっとお試しでね、この3匹食べてみましょう。もうこのね、素材の味は塩茹でにして、もう美味しいの分かってるんで、安心して食べることができますね。じゃあ揚げたらどんな感じになるんでしょうか。皆さん、ジョロウグモって知ってますか？秋になると大きい雲さんが出てきますよね。巣網張ってる、なんだろうな、黄色と黒、とね、灰色の模様が混ざったようなね、大きい雲がいるんですけれども、あれ美味しいんですよ。あれ美味しくて、茹でた場合と揚げた場合ではなんか風味が違うそうなんですね。味が違うそうで、もしかしたらね、この竹をつくつくも、セミの幼虫も、揚げた場合と茹でた場合では、風味が違うかもしれないですよね。ですから、今回は揚げでいきましょう。素揚げで、カラッとね、高温の油で揚げて食べてみましょう。それでは、これを解凍させましょうか。こちらはお湯ですね。このお湯につけて解凍しましょう。お湯によってじわじわ中までしっかり解凍してもらいましょう。中が凍ってたりすると悲惨ですからね。お湯にしばらくつけておきます。ほーら、ほら、うー、美味しそうですね。あー、もう結構表面は柔らかくなってきてますね。お湯に数分間つけておきましょう。さあ、どうかな。もう解凍できたかな。あー、いい感じですね。もうしっかり柔らかくなってます、ふにふにで。よしよしよし。キッチンペーパーでしっかり水気を拭き取ります。これね、水分残ってると油に掘り込んだ時にね、油が跳ねるんすよ。危ない危ない、マジで危ないんでね、ほんとやけどしますんで。もう何回も虫を油で揚げてきて学習したんですけども、虫に水分ついてるとね、その水分が弾けるんですよね。まあ、中がね、爆発することもあるんですけど、それはしゃあないんですけれども、少なくとも表面についた水分はね、しっかり取っとかないと、やばいっすからね。対策できるところはしっかりやっとかないと。ね。いい感じに乾きましたね。それでは早速、揚げましょう。フライパンに油を入れました。たっぷり入れました。それでは、ファイヤー！はい、つきましたね。ほら、しっかり点火しました。それでは油が温まるまでしばらくお待ちください。そろそろいいかな。あー、熱い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 。熱いね。多分もう油の温度体感でどうだろうな。1000ケルビンぐらいじゃないですか。絶対温度でね、1000度ぐらいっすね。それでは投入しましょうか。まずはこの子から。いくよ。危ない！危ない！おや、ああ、よかった、爆発せんな。まあ いや次々入れていきましょう。この背中割れてるやつは危ない。この子も危ない。うわ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 、ああ、ちょっと油が跳ねとる。危ない危ない、あ、ちょっと
熱い。ちょ、油跳ねとるって。やばい。うわぁ、危ない。あ、中がほら、はみ出てきとるやん。やばいって、爆発しとる。北斗神拳使ったみたいな。もういいやろ。よし、もういいや。止めよう。ちょっと。そうか、割れとったから逆に破裂せんだのかな。圧力の逃げ場があったからさ、背中が割れてないとその圧の逃げ場がなくて、それでこうやってして破裂しちゃうのかな。なるほどね。とキッチンペーパーで油切ります。これ背中割れとるやつは爆発せんだってことは、つまりこれあらかじめ背中で包丁に切れ込み入れてあげたら割れんのちゃう。ちょっとやってみるか。というわけでもう一匹急速解凍いたしました。これにこの私の愛用の関孫六でこの幼虫ちゃんの背中にちょっと切れ込み入れましょう。プスッと、ほら切れ込み入れましたよ。ほら切れ込み入れたね。はい、この状態で揚げてみましょう。これやったら爆発せんのちゃう。これだったら安全に揚げられる気がしますね。セミの幼虫の安全な揚げ方発見しちゃったかもしれません。ファイル、よし、それでは、いきます。危ない。おや、爆発しませんね。ほら、やっぱり爆発せえへんやんけ。やっぱね、切れ込み入れてあげたら、それで、そう、切れ込みから圧力が逃げていきますからね。それで爆発しないんですね。なるほど、よくできてる。一つ賢くなりましたね。ほら、わかります？ほら、中身が、ね、爆発してないんすよ。ちゃんと切れ込み入れてあげればいいんですね。なるほど、これ大発見ですよ。大発見。みんなセミの幼虫油で揚げるときは背中に切れ込み入れましょう。そしたらそこから圧力逃げていくんで爆発しなくて油も跳ねないんでね、安全ですから。いやー、危ない。やっぱ切れ込み大事なんやな。こう飾り包丁みたいな感じでね、切れ込み入れるの大事なんですね。よし、油切って、よし。ふぅ、4匹になりました。いやー、これ、いい匂いだな。ちょっとお腹空いてきた。めっちゃ香ばしいもん。ちょっとおやつの時間なんでね、そろそろ。今これ撮ってるのね、2時半ぐらいなんですよ。今、ね、午後2時半ぐらいで、もうすぐおやつの時間ですよね。3時がおやつの時間ですから、ちょっと早いですけどね。これ、ちょっと油切って、塩振って、おやつにします。と、彩り欲しいんでね、4匹目解凍してる間に、近所で葉っぱ取ってきました。この葉っぱをこう添えてあげると、葉っぱの上に乗せるわけですな。葉っぱの上に乗せると、どうかな、ちょっとバランス取るのが難しいな。まあすぐ食べるんでいいんですけどね。待って、こうしよう。ほら、ナイス。あ、やっぱこうしよう。ほら、どうすか皆さん、この盛り付け。やっぱこういうのもセンス出ますからね。どうすか、この盛り付け。よくないっすか。あ、で、最後ね、大事なの忘れてましたね。塩。岩塩ですね。ドイツの岩塩。アルペンザルツですね。これを、軽く。はい、オッケー、できました。あー、おしゃれなおやつですね。それでは早速いただきます。じゃあこの爆発した破裂したやつからいただきまーす。うん、おー、うまい。やっぱ揚げ物には塩だわ。なんか茹でた時とやっぱ風味違いますね。なんていうのかな、あー、そっか、水気がなくなるからかな。それでなんか風味が違いますけど、これはこれで美味しいです。なんかね、干しエビみたいな味がしますね。干しエビみたいな。美味しいです。うん。2匹目もいただきます。なんかね、茹でた時は腹部に苦味があったんですけど、揚げるとなんか苦味が緩和されますね。なんかちょうどいい感じになります。
あー、うまっ。あと殻も揚げることによってサクサクしますので、食感がやっぱ変わりますよね。この殻がサクッと砕ける音がね、やっぱ心地よく響きますね。骨まで骨振動でね、しっかり脳の奥まで響いてきますね。うめえ。皆さん、今回の大発見は、セミの幼虫の背中割ってあげると、背中に切れ込み入れてあげると爆発しないっていうことですね。このように綺麗に揚げ上がるんです。これは最初から割れてた子ですけども、こっちの子はね、私が切れ込み入れたんです。わかります？ほら、包丁でなんか切られた跡がありますよね。裂け目がありますよね。ここにね、切れ込み入れたんですよ。こうやって切れ込み入れると綺麗に上がるってことですね。やっぱ何事もね、やってみないとわからないことってあるんですよ。やらないとね、なかなか何でも上達しないんですよ。やっぱ行動しないとね、みんな頭でっかちになっちゃダメですよ。やっぱ行動しないと。最初からね、何でも完璧にできる人っていませんから。例えば皆さん、水泳で、もし泳いだことがない人が、水泳の本だけ読んでね、それでいきなり泳げるかって言われたら、ちょっとね、無理があると思うんですよ。そういうことなんですよ。やっぱやらないとね、なかなかうまいやり方って見つからないんですよね。うん。ああ、うま。あ、皆さんも行動してください。やっぱ行動して、試行錯誤して学んでいってくださいね。もうなんかね、セミの幼虫をあげるだけでね、なんか人生の知恵がね、一つ増えたような気がしますよね。いやー、よかったですね、皆さん。今、爽健美茶飲んでます。いやー、爽健美茶が進みますわ。揚げ物にはウーロン茶か爽健美茶がいいですよ。なんか脂っこさを軽減してくれますからね。じゃあ最後の一匹食べましょうか。やっぱね、塩効かせるのもいいですね。揚げるとね、腹部の苦みが気にならなくなりますね。うん。うん。やっぱね、虫が困ったら、揚げりゃいいんですよね。まあ、うまいうまい。あー、これね、一番最後に揚げただけあって、中までね、ホクホクですよ。ホクホク。いや、セミの幼虫、前はこれ中国人が取りたがるのもわかる。普通にうまいもん。うまいもんね。タピオツクツクとか絶対中国でさ、いっぱい取って食われとんやろな、人間に。やばいよね。ちょっと中国人の気持ち、ちょっとわかった気がするわ、これ。ほら、取りたくなるよね。ほら、取りたくなる。しょうがないわ。ごちそうさまでした。いやー、いいおやつでした。うまかったよ、本当に。これで夕方まで頑張れるわ。何を頑張るかっつったら、睡眠を頑張るんですけどね。今からもう寝ます。昼寝ですね。ちょっとやっぱたくさん寝たいんで、寝る子は育ちますか、育ち盛りなんでね、寝たいんで、おやつ食べたところで寝まーす。頑張って寝ます。それじゃあ、おやすみなさい。バイバーイ。